今日は山口県の秋吉台カルストロードで遊んでみたいと思います。海山サイクリングコースに設定されているカルストコースを走ってみたいと思います。で今日は暑いのでこの塩分チャージっていうのを持って行ってみます。糖分、糖質と塩分とクエン酸が摂取できます。で、一粒あたりエネルギーが10キロカロリーぐらいあるので、これはちょっと補給食として持っていこうと思います。じゃあ、カルストコースのスタート地点に来たので出発したいと思います。あっちに見えるのが以前登った坂ですね。じゃあスタートします。
りあえずゴール地点、スタート地点まで帰ってきました。で、ちょっとウェアブルカメラのバッテリーが切れたので一旦車まで戻ろうと思います。またあとこの坂に登ろうかなと思います。で、ウェアラブルカメラのバッテリーが切れてしまって、で、まあ、バッテリー持ってきてたんで、モバイルバッテリーを持ってきてたんで大丈夫かなと思ったんですけど、これですね、なんかコードが iPhone のコード持ってきてたんで充電することができず、あまり撮ることができませんでした。で、今日はカルストコースと、あと以前登ったすごいきつい坂を登ってカルストロードをもう一回走る、であとちょろちょろして坂を登ったり下ったりして遊んできました。それではじゃあ。